皆さんこんにちは。木曜日ですね。そろそろ1週間の疲れも出始めている頃でしょうか。私も今週は月曜日から金曜日までずっと仕事ですから、やっと週末、明日が見えてきたので少々疲れを覚えつつもほっとしている感じです。皆さんはどんな感じの木曜日過ごされていますか。フルーツラジオ中金久美智子です。今日は愛についてですが、聖書には愛についても本当に多く書かれています。ヨハネの手紙第1、4章8節で、神のないものに愛のないものに神は分かりません、なぜなら神は愛だからです、とあり、神は愛だと書かれています。では愛ってどういうものなのでしょうか。人は生まれた時から、いや、お母さんのお腹にいる時からですね、愛が欠かせません。人には愛が必要です。コリント人への手紙第1、13章4節から8節を今日はお読みしましょう。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。神は愛であり、神は今読んだ通りのとても良いお方です。私たちも神の愛を知るなら愛の人となります。今日私たちの心が愛でいっぱいになり、その愛があふれ流れて周りの人々も愛に満たされますようお祈りいたします。それではまた今日はこの辺で、さようなら。